なんかそういや新ダンジョン来てたんだよな、クエストに。なんかね、降臨クエストみたいな感じで、すごい懐かしいな。いろんな降臨がいっぱい来てるんだけど、全部魔法石ももらえてお得だし、まあ下からラオニーゼックでやっていこうかな。え、なんだ、あ、ちょっと待って、やばい、く、時間が、時間軸が、時は巡る。あ、びっくりした。なんか今一瞬夢でも見たかのような、あーびっくりした、なんか昔に戻った気が。で、なんだこれ、俺のラオニーゼックシステムが、極連とか書くなお前、ゼウスパーティーになってる。なんだこれ、ゼウスなんて2012年以来じゃないか。まあでもゼウスになっちゃったならしか、おーちょフレンド、ゼウスになっちゃったから仕方ないし、まあゼウスパーティーで久々に遊んでいこうと思います。どうもこんにちは、イコールです。2012年にいろいろあって戻されました。今日はですね、2012年に使っていたパーティーではなくてですね、2012年に強かったパーティーを使ってね、パズドラしていこうと思います。でまあせっかくなんかね、昔のダンジョンみたいな感じで年代別にクエストが来てるんで、今回は2012年のダンジョンをね、2012年ぐらいのパーティーでやっていこうと思います。本当にこれってね、初期のパーティーだってめちゃめちゃ古いパーティーなんですよ。ゼウスもエキダナもオロチもバーチもスタノーもね、初期からいたキャラだったから、まあ初期ってわけじゃないんだけど、結構初期の時キャラいたからね、相当懐かしいんだけどね。でこれ本当はスキルダメしなきゃダメなんだけど、こいつら硬いからスキルダメできんから今日はいいです。で、操作時間が5秒なんですよ。これはもうチートっすね、単純に。これ結構チートとかも使ってるんで、操作時間は5秒になってます。はい、1秒伸ばしてます、チートで。操作時間1秒伸ばすチート使ってます。はい。まあ、あれですね。2012年の時は、実は操作時間も4秒だったんですよね。で、めっちゃパズル難かって、覚醒もなかったから、マジ上級者以外パズルできんかったんやけど、今は楽になりましたね。大抵パズドラやめてる人の理由、パズルできなかったからだと思うんですよね、本当に。パズルできなくてやめてる人が多いと思うんで。で、まあ、とりあえず1個目のノリとしてヘラ降臨に来たんだけど、ヘラ降臨って後半火力全然これ足りないと思うんだけど、スキルダメしながら行くか。こいつは倒さんってやばいから倒していこうか。確かに倒せるのか、これ。そもそも火力足りるの？ヴィーナスって結構硬いよね。こんなんで火力足りんのかな？結構ギリじゃない？危な。これあれだな、バースタメントやばいぞ。とりあえずここは光ドロップいっぱい呼ぼう。光ドロップいっぱい呼んで、これ待って、ふざけてる場合じゃないね、結構火力やばいな。光ドロップ一回呼んで、あでも待って、意外と柔らかいな。 OK、 光たくさん呼んだからこのまま倒していこう。意外と思ったよりは弱めな感じか。最悪ね、アナビス使ってやればいいんだけどね、もうこの時代だったら。どんなもん？ナイス！さあ、エキドナオロチどちらも溜まっていませんが、7回、そう。1ターン巻きか、ワンパンするしかないな。こいつって何ターンキャラなんだろう。ヘラ降臨とかみんな覚えてる？敵キャラの行動。もう俺ね、覚えてない。にじくりしか覚えてない、マジで。うわっ！ 2ターン巻きか、オッケー。ここはしっかりと回復挟もう。回復力は、正直別にこの試合からあんまり変わってないんで。うん、オッケー。この時代からあんまり変わってないのってマジで回復力ぐらいだよね。本当に。回復は結局等倍系のリザートと未だにね、こんなもんだからね、回復力。そこで変わってないよな。攻撃力も HP も明らかに違うのに。さあ、8階層。ネプチューンはめっちゃ硬かった気がするから。いや、でも待てよ。でも硬いっつっても9万ぐらいだった気がする。だから多分光にコンボ組んであげれば倒せると思うんだけど、スキルダメしてないからいいのかなっていうのはあるんだけど。まあもうしゃあないね、これは。さあ、で、9階層。パーですか、そっか。これ絶対倒せないと思うから一回削ってみよう。これどうせ倒せんでしょ。いいね、いいパズル。絶対倒せんやろ、これ。さすがにこんなんじゃ。あ、意外と弱い。あれ、意外と弱くない？意外と柔らかいぞ。よし。ここはあと1ターンスキルダメしてから倒していこう。いきます。エキドナが溜まってるんだよな。だからこれ意外といけそうな気もするけど。まあ、エキドナ使ってどれだけ削れるかだよな。
じゃあ行きましょう。ボス。ヘラですね、ヘラ。先制攻撃はないので、生き花使ってあげて、パーチ打ちます。まず全力コンボ行きましょう。はい、まあ、こんな感じで。光3コンボ含みながら全力コンボ。どうだ？やっぱ強いヘラ。やべえ。まずいっすね、これは。こいつやべえな。これ待って、やばいな、普通に。全然火力が足りてない、明らかに。まずいぞ。光ドロップも枯渇してるから、このターンは何もできないか。いやー、これまずい。光めっちゃ来てほしいな。バースはスキル待ちないからたまらん。間違えた、ゼウスはスキル待ちないからたまらん。いや、オロチだと1ターンか。オッケー。これはでかい。ここスタノを使って耐久ね。まあ、スタノはちょっとね、スキル上げができんから、まあ、スキルレベル1なのはしゃあない。オッケー。よし。あれ、意外と火力は低め。ここはオロチ使って、しっかりと回復消して耐久。よし。で、バーチ使っていきましょう。よ、あー、ずれたけど、まあずれたけど、でも7コンボ、どうだ。いい削り、ナイス。いける。ノーコンクリア。ある。さあ、6コンボ。7コンボ。やった、ノーコンクリアだ。学校で友達に自慢しよう、たかしくんに。やったぜ。ヘラノーコンクリアした。やった。懐かしいな、昔のパスドラマジで。楽しいな、やっぱり。さあ、そして時は巡り、2013年最後に来ました。まあ、やっていこうと思います。はい。このシリーズ、再生回数見て、パート2、パート3決めますが、ぜひよかったらね、高評価を押してください。で、まあ、2013年最後にはもうすでにですね、覚醒スキルも実装されていて、もうかなり今のパズドラに近くはなってきてはいます。ただまあ、全然倍率とかそういうのはもう全く格が違うんで、あくまで少しだけ近づいたって感じかな、覚醒スキル実装によって。この時あたりから覚醒の存在がね、結構知らたってたんですよね。最初覚醒って何なんだと思ったんだけどね、ここら辺から結構覚醒が大事になってきます。はい。ラーがね、指延長のおかげでかなり使いやすくなったんですよね。だから覚醒スキルが注目された。ただこのパーティー指延長は全然積んでないんで、まあ、あくまでもおまけですけど。そうですね。で、まあ、火力もゼウスに比べるとかなり上がったの見て取れると思います。かなり上がりました、火力も。だから相当使いやすくはなったよな。でもまあ、ラーって欠損するとやばいから、まあ、今まさにやばいですね。欠損した時だけはさすがにやばいんだよなら、パズルとかの問題じゃないからね、闇欠損なんで、これも。欠損しなかったら強いキャラって感じだもんね、ラーってあくまで。まだ欠損してるんだけど。こんな欠損すんのか。まだ欠損してる。あ、画面来ましたね。じゃあ、ここで倒しましょう。欠損が多いはもうラン弱点だからしゃあないよね。えい、オッケー、こんな感じで。しっかりとでもね、5色消してあげれば火力は高いから大丈夫。で、色はあるな。よしよしよし、いいね。色あるとめっちゃ強いからね、ラーって。色がないとちょっとね、弱いからね。まあ、スキルダメだと思っていいでしょう。で、3層、またしても暗闇。これはこんな感じで組んであげて。倒していきましょう。はい。まあ、チートを使ってるんでね、指1秒長いんでね、昔に比べて。指1秒増えて5秒固定になったのが2018とか2019だった気がするんで、結構ね、最近だった気がするので。だからまあ、この当時は、もっと指が短かったって考えると相当すごいね、やった人って。ただまあ、言ってもね、この時点で覚醒スキルは空いてるんで、大抵の人は覚醒スキルバンバン積んでたと思います。ただまあ、当時ってパズル力高い人って少なかったからね、やっぱり。相当ラー使うのは難しかったと思う。で、5階層。こっちでもう光、イザナミ、出現確定しています。本来は5階層で光か闇が出現して終わりでした。はい、ただもう今回の場合はね、もうどちらも出現確定しているんで頑張っていきましょう。ボスラッシュみたいな感じ、昔からしたら。嫌なんだけど、ボスラッシュ。全然片尾だけでいいんだけどね。とりあえず削ってほしいな。ナイス、ワンパン！強いぞ！これは？もしや？いけるのでは？行きましょう。
終わった。ああ終わった。ああ終わった。ああ終わった。いやパズルミスしたって実感あったから俺の負けじゃない。でまあなんやかんやでエキドナ溜まったんでエキドナ打ちましょうか。これ光イザナミのスキル封印 20% 弾いたんですけど、これ 20% 弾けてなかったらここまだまだ耐久しなきゃダメだったんだけどね。まあ、とりあえずここは一旦盤面整理、なおかつ落ち込んこないかな的な感じでいきます。はい、まあ、ここ回復全消ししましょうか。ここ別に液弾もねダンス余裕あるんで回復全消し OK で、ここで読み打ちます。はい、読み打ってパズル頑張りましょう。いきます。懐かしのチェンジザワールド、オッケー。こんなもんかな。これで光2コンボ含むラーの最高倍率で突破って感じでね。はい、ナイス。まあこの当時実は読みのエンハンスも神キラーなんてなかったんで、あ間違えた、神タイプエンハンスじゃなかったんですよね。これもともと10秒動かすだけだったんだけど、今神タイプ 2.5 倍ついてるんですよね。まあ、これもチートっすね、明らかに。いやー楽しかったね、2012年2013年。まあ大体そうだね、主要なパーティーで言うとこんな感じなのかな。まあネタ切れだったらまた明日2014年バージョンもやります。じゃあバイバイ。